はい、ファンコイさんでーす。あの、弟がですね。はい。あんたすごい出てくるね、今日。あの、僕の実弟がですね、はい、弟があのデザイナーやってまして。実弟っていう言い方好きで。君だって実弟いるじゃないですか。実弟いるよ。何だったら実弟っていうの？実弟じゃないかな。妹だったら実妹？実妹？まあ、弟はその実家の裏に家を建てて、うん、事務所でこう、はいはい、あのデザインの仕事してるんですけど、やっぱり田舎なんでこの町内会があるんですよ。ああ、めんどくさそうですね。うちの弟は結構あの会議のまとめとかしてるんですよ、ね。はいはいはい。それでなんかこういろいろ毎回こう会を開いて議題が出るんですよ、うん、で、なんかゴミステーションってわかる、はいはい、ゴミを捨てる途端でできたようなやつあるじゃん。なんかその会議でその議題が出て、議長っつって、そのゴミステーションが、なんか昔から何十年も、その落書きがあって、あの、もうあれをもう綺麗にしたいと。なんとかしてくれないかと、町内会です。で、弟が、あ、じゃあ分かりました、なんとかします。って言って終わったんだけど、それうちの弟が高校時代に落書きした。それの話を弟から聞いて、兄ちゃん俺自分のケツ自分で。いい話ですね、それは。そんな弟が、今度だから、あれですよ、G7 のお土産物のデザインしました。G7 って、あれか。各国首脳会議ですよ。すごいじゃん。みたいです。またそんなね、ゴミステーションに落書きしてた。落書きかな。世代的にさ、あの、グラフィティの世代じゃないですか。ああ、確かに。それをやってたんですよ、弟も調子乗って。落書きを消す費用は国からは出ない。落書きを消す費用は町内会。町内会。さあ、前回、ベースの、ピックアップ。いや、あれがね、やはりすごい好評なんですよ。かなりその、待ってた感がすごいあったんだなっていうのを伺いましたけど。あと、ベーシストも見てくれてるの嬉しいですね。嬉しいですね。コメントとかも、待っててよかったですっていうコメントがありましたね、ベーシストさんから。今日はだからそのバージョンのプレベをやってみようという。はい、いいですね。動画ではジャズベーしか出てなかったけど、あ、じゃあプレベの音はどんな音なんだろうっていう。ところを聞きたかった方には、そうです。じゃあちょっと、はい、じゃあ普通の状態の今は、まあスタンダードな、まあ普通のピックアップ、普通のピックアップ、はい、まあ多分42マッキーじゃないですか。はい、40AWG の巻き線で巻いた、はい、ファンオジプレベピックアップを交換してみたいと思います。名前がですね、あ、なんか見たぞ。決めました。俺ね、はい、それまだ食べてないんですよ。麺なんですけど、はい、スパゲッティ言うじゃないですか、はい、あれって、うん、要は麺の太さなんですよ。はい、あれより細くなっていくと、うん、スパゲッティーニとか、うん、フェデリーニとかって、はいはいはい、なんか段階があって、はい、で太くなっていく方向の名前がいいかなって、うん、で俺が太い麺って言ったらそれより太くなるとリングイネって言って、うん、ちょっとなんていうのこの楕円になってる、うん、ちょっと太麺のやつがあるんだけど、うんうん、それとブカティーニっていうのがもっと太いの、うん、ただその、ま、中に空洞が開いてて、うん、あのちょっと変わった麺なんだよ、ね、はいはい、で、もっと太いやつないのって聞いたら、うん、あ、ビーゴリって、あ、じゃあベースはビーゴリ、ビーゴリ、ビーゴリ、うん、で、俺そ、え、そんなんあんの、あ、それ食ったことないわ、ね、って言ったら、うん、あの自分が昔働いたところで出してたやつが、うん、それがあるから、食べてきてないよ、うん、と、うんうん、で、この前行こうとしたら、うん、あの電話したら予約いっぱいで早くて、うん、で、ちょっと今度行こうかなと思ってってるっていう状態で、なるほど、まだ食ったことはないですよね、はい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 、ただ巻き線の名前をパスタに例えているだけという感じです。まあいいじゃないですか、はい、やっぱ名前があることはいいことですよ、はいはい、じゃあそういうことで、はい、
ということで今日着るのはビーゴリのプレベバージョンです、ね、そうです。もう麺の種類をね勉強しないといけませんね、もうね。これはね早くね食いたいんですよね、ビーゴリね。ファンクおじさん、ほい、ほい、来ました、ビーゴリ、ビーゴリバージョンってことは 40AWG で、そうです、巻かれているとブトブトです。じゃあ行きますよ、はい、はいはい、やっぱクリアですね、もう張りがね、うん、やっぱさ、プレベって結構そのローとか、うん、なんかボワボワするのが使いづらいっていう人が多いと思うんですけど、これはもうスッキリですね。なんかスッキリしたローが出てるよね、はい、名前がぴったりだね、ゴリゴリ。そうだね、ビーゴリだね、うん、ベースゴリゴリでしょ、うん、なるようになってるんですね、なるようになってる。スラップの音めっちゃいい。めっちゃいい。個人的にやっぱり4弦をピックで弾いた時の音はすっごい好きだけどね。あ、いいですね。これは売れますね。プレベってピックで弾く人多いと思うんだよね。あ、そうだね、ブリブリ言う感じ、ね、ブリブリ言う。またなんかこう、なんかエフェクターの加工とかもしやすそうな感じっていうか、あ、まあ、余計なところは出てないからすごいいいと思います。そうだね、クリアだよね、うん、大事だよ、本当に大事だよ、クリアでもどんどんバレる方向性にはなっちゃうねでもベースはやっぱそういうなんか結構ストイックな楽器ではあるからな、うん、プレシオンベースバージョン完成しました。はい、めちゃくちゃいいっす。その名もビーゴーリー。お前が欲しいのはビーゴーリか。ビーゴーリ欲しいもん。でもね、ベネト州のパストだから、北の方にあるから、そんなね、陽気な感じのノリじゃないんだよね。あ、じゃあどういう感じ？結構暗い。ビーゴーリ。ということで、はい、ついにプレシオンベースバージョンピックアップのビーゴリが完成しましたんで、いくらですか？27,500円ですね。27,500円ビーゴリ。じゃあ25,000円ニーゴリの消費税の27,500円。全然分かんなかった。27,500円税込みで、はい、はい、販売いたしますので、ぜひあのプレベね、待ってたっていう方はこれ聞いてオーダーしていただければと思います。そうですね、はい、待ってるぞ。ビゴリー、ファンコイさんでした。ありがとうございました。アリデベルチ。